はい、皆さんこんにちは。今日は JR 大阪駅に来てます。今日は2024年3月16日のダイヤ改正で敦賀止まりになった特急サンダーバードに乗っていこうと思います。2024年3月16日もう何回も言ってるんですけどね、ダイヤ改正ですね。 JR 西日本あったんですけれども、北陸新幹線金沢敦賀間が延伸開業されました。それによって大阪名古屋方面から北陸金沢を結ぶ特急サンダーバード白鷺が全列車敦賀止まりになって、敦賀駅から北陸新幹線に接続して金沢富山東京方面まで行けるようになりました。いや、今回の、ね、ダイヤ改正で一番残念なのが、あの特急サンダーバードが、ね、もう金沢まで行かなくなって敦賀止まりになってしまったんですよね。いや、まあ、でも、ね、あの引退とか、ね、泣く泣く廃止とかそういうことはなくて、まあ、そこは良かったんですけど、今回は乗っていこうと思います。敦賀止まりになっただけじゃなくて、あの特急サンダーバード白鷺家の自由席がなくなって全車指定席になったんですよね。今回特急券と乗車券買ったんですけど、こんな感じで、指定席乗車券と特急券合わせて4700円ですね。大阪から敦賀まで。今回は特急サンダーバード15号っていうね、あの速達タイプのやつに乗っていきます。今特急スーパーハクトが出発していきます。今回の確かダイヤ改正の特急スーパーハクトも増発なったみたいですね。またこれも乗らねえと、久しぶりに。まあ、特急サンダーバード全列車が敦賀駅になったということで、これまで金沢行きと1日1本だけ特急サンダーバード17号、金沢から、ね、七尾線に直通して和倉温泉まで行くのもあったんですけどもね、ダイヤ改正前の3月15日で完全消滅ということでね、いや最後お見送ったんですけど、金沢駅で。いや、あれはね、ほんまに感極まるものがありましたね。で、今回乗っていく特急サンダーバード15号っていうのは、まあ、先ほど言ったやつが最速立つタイプで、大阪駅を出ると新大阪、京都、敦賀、そう、なんとね、あの3駅で終点なんですよ。まあ、これまでダイヤ改正前までの最速立つタイプの特急サンダーバードは、大阪駅を出ると新大阪、京都、福井、金沢とね、まあ、福井、金沢を停車してたんですけど、もうあの金沢、福井、金沢は行かなくなったということで、まあ、実質あの走行距離も短くなって、まあ、行き数も減ったという感じです。すごいタイミングでミュージックホーンが鳴ったけど、まあ、そんな感じで、あの、まあ、最速達タイプの特急サンダーバードがさらにあの、まあ、短くなったということで、早くなったっていうのかな、停車駅が少なくなったということでね、はい、まあ、すごくなったっていうのかね、まあ、停車駅が3駅しかないっていうのはなかなかまあすごいと思います。ダイヤ改正後の大阪駅のこういう広告見てなかったんですけど、これなかったですね。ちゃんとあの特急サンダーバード、まあ、スーパーハクトとかもそうなんですけどね、まあ、全車指定席っていう案内が出てます。あ、これがダイヤ改正後の大阪駅の特急サンダーバードの発車時刻表。あの金沢方面が敦賀方面になってて、あ、短くなってる。大阪からね、もう敦賀までしか行かないですよ。で、今回乗っていくのが、あ、これですね、特急サンダーバード15号で速達タイプで、大阪駅と新大阪、京都、敦賀、3駅しか止まらないタイプになってます。枕温泉駅とか完全になくなってしまいましたね。ただあの距離は短くなったんですけど、やっぱり特急サンダーバードは列車ごとによって停車駅が違うんで、例えば特急サンダーバード7号とかダイヤ改正前までは特急サンダーバード鈍速便一番停車駅が多い、特急サンダーバードの停車駅全ての駅に停車するタイプだったんですけれども、まあ、これもあの大阪から敦賀まで全部停車するってことで、まあ、これが、ね、やっぱり遅いってことで、それとは変わってない感じですね。で、こんな感じで、あの自由席がなくなったんで全車指定席、まあ、グリーン車も一応あります。で、発車時刻表も、あ、全部あの特急サンダーバード敦賀駅に変わってますね。はい、まあ、ちょっとあの悲しい感じするんですけど、まあ、でもお前なんか残ってくれてて、ね、それだけ良かったかなと思います。9時41分発の特急サンダーバードやってきました。まあ、ちゃんとね、敦賀駅になってます。まあ、この敦賀駅っていうのは逆に言えば、このダイヤ改正がなければ出てない行き先なんで、まあ、もう今はこれしかないんですけどね。これが行った後に
今回乗る特急サンダーバード15号がやってきます。まあ、一応グリーン車もあのこれ前通りついてるんですけど、まあ、ぶっちゃけ大阪から敦賀ってあの新快速でも行けるしあっという間に着いちゃうんで、まあ、利用するのもねぶっちゃけちょっと微妙なところなんですよね。まあ、福井とか金沢とかやったら、まあ、乗車時間も長いんでね、まあまああれなんですけど、まあ、使う人は使うのかなっていうそんな感じです。改めましてね、電光掲示板に表示ができました。今回乗ってきた特急サンダーバード15号10時9分発の敦賀行き、まあ、その下の17号はね前まであの和倉温泉行きだったんですけれども、悲しいことにね敦賀行きになってます。はい、大阪駅11番乗り場に10時9分発の特急サンダーバード15号敦賀行きやってきました。サンダーバード敦賀行き JR 西日本あるあるの種別が幕式で行き先が LED になってます。今日はダイヤ改正3日目なんですけれども、敦賀行きって行き先がちょっと未だに見られないですね。ただやっぱりね、特急サンダーバードっていう列車名がダイヤ改正後も変わらなくて、これはほんまにね良かったかなと思います。やっぱりかっこいいねサンダーバードって。はい、それじゃあ特急サンダーバード15号敦賀行き早速乗っていきたいと思います。はい、それじゃあ早速車内乗り込んだんです。今回は2号車の1C 席ですね、通路側。やっぱ平日でもやっぱり特急サンダーバード15号すごいですね。で、自由席がなくなって全車指定席になったんで、こんな感じであの着席保証がねちゃんとしっかりしてます。で、広告もダイヤ改正の広告がね車内に貼られてます。お待たせいたしました、10時9分発特急サンダーバード15号敦賀行き間もなく発車いたします。じゃ、10時9分特急サンダーバード15号大阪駅を出発していきます。特急券が必要です。止まります駅などは次の新大阪
すごいですね。あのちゃんと自動放送も敦賀駅に変わってましたね。大阪駅を出ると新大阪、京都、敦賀となんと、ね、3駅しか止まらないっていうね。いやすごいですよね。大阪から敦賀の所要時間がだいたい約1時間20分、早すぎますよね。さすが化け物特急サンダーバード。まあ、だからほんまにあの新幹線接続特急みたいな形になってしまいましたよね。大阪から敦賀までの距離がだいたい約137キロメートルぐらい。この前特急サンダーバードは、ね、大阪金沢間走ってたんですけど、大阪金沢間はだいたい260キロぐらいあるんで半分ぐらいの走行距離になってしまったんですよね。だからほんまに短くなってしまったなっていう、そんな感じがします。で次は新大阪に泊まります。これ2号車の前はあの1号車のグリーン車なんで入れないですね。新大阪に到着です。千里丘を通過します。すごいですね。新大阪でいうと京都、敦賀だけですからね。 JR 京都線、東海道本線の、ね、特急サンダーバードが爆走していく姿、これはダイヤ改正後も変わらずですね。東側線と内側線があって、内側線のね普通快速かな列車をねこう追い抜いていく光景、新快速で見れるんですけどね、やっぱり特急サンダーバードらしい感じがします。じゃあ今高槻を通過します。特急サンダーバードの遅いタイプだったらね、この高槻駅も停車するものもありますが、まあ、乗ってる特急サンダーバード15号は高槻を、ね、通過していきます。京を過ぎたあたりから JR 西日本吹田総合車両所京都支所が見えます。向こうが地層車場と言われている JR 西日本の大きい車両基地で、ま
車体表記にこの近畿都って書かれている車両はこの車両基地に所属している車両になります。 JR 西日本で活躍するいろんな、ね、車両が止まってます。この車両基地は、ね、めちゃくちゃでかいです。あ、ウエストエクスプレス銀がいますね。あの車両も一応近畿都所属なんですよね。例えば東海道本線が221系で撤退したんですよね。車両基地にはいますね。それじゃあ京都に到着しました。今の京都駅のアナウンスが聞こえるんですけど、朝大阪駅でもねなんか表示が出たんですけど、湖西線強風が出てるみたいで列車徐行運転してるらしいんですよ。だからもしかしたら到着遅れる可能性あるかもしれないです、まあ、ちょっと細かいことはどうなるかわからないんですけどね、まあ、赤信号で停車してるみたいでもしかしたら運転見合わせっぽい感じもします。本日、当列車が走ります。この先の湖西線では、断続的に非常に強い風が吹いております。そのため、本日この列車は、米原周りでの運転をいたします。急遽ですが、この列車は、本日、米原を経由して運転いたします。そのため、敦賀駅到着に、20分から30分の遅れが見込まれます。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。深くお詫び申し上げます。なお現在、まあ、今アナウンスが、ね、言ってると思うんですけど米原経由ですね、調整を行っております。この時期って確かな比叡山の平下ろしという強風が、ね、吹きやすい時期なんで、湖西線って結構強風であの列車止まりやすいんで、これがあのダイヤ改正前も湖西線が使えない時、琵琶湖線米原経由で北陸の方、金沢も行くっていうのがあったんですけど、米原周りでの運転をいたします。これダイヤ改正後初ですね、今年のお待ちいただきますようにお願いいたします。まさかの今日迂回ルートで走ることになるとは。繰り返しのご案内となりますが、本日この先滋賀県内湖西線では現在も断続的に強い風が吹いております。本日この列車は急遽ですが米原周りでの運転をいたします。敦賀駅まもなく発車いたします。本日米原周りでの運転をいたしますが、米原には通りませんのでご注意ください。京都を出ますと次は終点敦賀です。サンダーバード15号敦賀駅10時50分ですね、京都駅をとりあえず出発しました。まあ、さっきアナウンスもあったと思うんですけども、米原経由で行くみたいなんで、おかずに琵琶湖線北陸本線を経由して敦賀まで、ね、行くっていう感じだと思います。特急サンダーバードって湖西線が使えなかった時用のダイヤ、専用のダイヤっていうのがあって、その時はこの米原経由の迂回ルートで行くんですが、なんで結構ね対応が早かったですね今回も。これダイヤ改正後初じゃないですか、米原経由ってこの列車が。15号
本日千葉県内安全線では非常に強い風が吹いておりますので、できるとこの列車迷子の経由指定の電話をいたします。終点の通過には約20分から30分の遅れが見込まれております。列車遅れますことを深くお詫び申し上げます。なお終点の通過からの乗り換えにつきましては、現在関係箇所に問い合わせを行っております。乗り換えにつきましては、情報が入り次第のご案内となります。はい、じゃあ特急サンダーバード15号、今大津を通過します。山科からね、湖西線に入るところ、琵琶湖線ということで、ね、東海道本線、高麗って米原まで、ね、向かっていきます。さっきアナウンスでまた思うんですけど、米原では運転停止扱いなんでドアが開かない。これ何が大変かというと、特急スタンダーバードダイヤ改正前までは、まあ、もう金沢まで、大阪金沢までそのまま行くんで、まあ、これに乗るしかないんですけれども、これあのダイヤ改正後は敦賀止まり、敦賀駅で北陸新幹線に接続する新幹線接続特急になったんで、そう、新幹線接続ができなくなるんですよね。遅れてしまうと2、30分遅れるってことなんで、これが、ね、一番大事なところなんで、まあ、関係箇所に連絡を取ってるってことでどうなるかわからないんですけど、そうなんですよね。これ北陸新幹線にもうダイヤ改正後は接続するっていう一番重要な役割を担うことになったんで、特急サンダーバードはいや頑張ってね、敦賀駅を目指してほしいものです。やっぱりね、あの琵琶湖線に入っても早いですね、特急サンダーバード。そうですね、草津駅も高速で通過していきます。彦根も通過していきます。次が米原です。また列車が左右に何度か大きく揺れますのでご注意ください。それじゃあ米原に、ね、到着しました。この駅であの運転停車ということで一応止まりました。さすがに米原通過はないですね。まあこれも、まあ、ダイヤ改正前の特急サンダーバードでもね、あのこの米原経由の迂回ルートってあったんで、まあ、今回はダイヤ改正後初ってことなんで、まあでもそれでもやっぱりね、結構あの対応早かったなと思います。さすが JR 西日本、それ専用のダイヤがあるっていうのが、ね、すごいですよね。とりあえずね、米原に特急サンダーバードがいるっていうね、異様な光景です。列車動き出しましたね。
ってルートは完全に新快速の琵琶湖線経由の敦賀駅と一緒ってことですね。駒岩ヶ崎は北陸本線に入っていきます。東海道本線とはお別れです。長浜を通過してます。特急白鷺と米原の先同じルートですね。バラ駅での運転停車時間もめちゃくちゃ短かったですね。5分もかからなかったんで、すごいなんかスムーズにいってるなって感じがします。まあほんまやったらね、湖西線を走行してるはずなんで、琵琶湖の反対側の方ですねなんですけど、こっち側を走るっていうのはなかなか面白いです。迂回ルート1回だけ乗ったことあるんですよね。ただ湖西線の方がバイパス路線ということなので、じゃあ高規格な踏切の一つもない高架路線が入ってて、最高時速130キロで走れる高規格な路線になってるんですけど、こっちはちょっと小回りなんですよね。それでもね、結構高速走行で北陸本線を走っていきます。そういえば車掌さんの乗車券と特急券の切符拝見がないですね。まあ、ダイヤ改正後初の、まあ、イレギュラーな、ね、アクシデントなんで、まあ、それらの対応に追われてるんでしょうね。列車は今4号を通過してます。で左側になんか湖っぽいものが見えるんですから、琵琶湖じゃなくて余呉湖って言うんですよね。あんな湖が見えます。大見塩津の手前で湖西線と合流します。特急サンダーバード本来なら、ね、湖西線から北陸本線に入るんですが、今回は米原から北陸本線をずっと通ってきました。で今大見塩津駅に停まってあ、サンダーバード停まってる。大見塩津を通過していきます。あれ反対側も迂回ルートで多分走ると思うんですけどね。まさかの大見塩津に特急サンダーバードが停まってましたね。大見塩津駅は滋賀県最北端の駅で、次の新肥台から福井県に入っていきます。この区間は県境越えの区間になります。はい、じゃあ新肥台を通過していきます。ここは福井県に入りました。でこの新肥台から敦賀間には初原ループ線というループ線があるんですよね。敦賀新肥田間は、まあ、反対なんですけどね、急勾配があるということでループ線を、ね、通っていきます。新肥田敦賀間は普通に走っていきます。でこの辺りでちょうど上下線と分岐で分かれていきます。で個人的には敦賀駅到着前がちょっと楽しみなんですよね。特急サンダーバード白崎は北陸新幹線との接続を良くするために、敦賀駅なんですが、北陸新幹線のホームの下に新しく、ね、専用の発着するホームができたんですよね。そこにダイヤ改正後は特急サンダーバードの白鷺発着するようになるんで、いつもの敦賀駅にはもう入らないんですよね。
その様子をね見ていこうと思います。もし飛騨を過ぎると終点敦賀なんで、もうすぐ到着します。ありがとうございます。まもなく終点敦賀です。折り口は右側、失礼いたしました、お出口は左側、32番の2番に着きます。終点の通路には約26分の0と事故いたします。ご自身のところ列車を停止して大変ご迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。でなお勝浦からの北陸新幹線につきましては、恐れ入りますが、駅案内放送にご注意いただくか、新幹線乗り換え回数についてお問い合わせいただきますようにお願いいたします。ご案内が直前になりまして申し訳ございませんでした。旅来福井鉄道線普通福井行きは12時13分7分には、小浜線、三浜、三方、小浜方面、普通東舞鶴行きは13時18分1番乗り場です。ダイヤ改正前までは向こうの北陸本線の、ね、線路を通ってきたんですけれども、ここはもう専用の新しいところを、ね、通ってます。新幹線の乗り換えにつきましては、直前まで情報が入りませんでしたため、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。恐れ入りますが、乗り換えの際、駅の案内放送にご注意いただき、乗り換えの列車につきましては、新幹線乗り換え改札口でお問い合わせいただきますようにお願いいたします。本日は列車を遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。まもなく終点敦賀です。お出口は左側です。到着の際、列車が左右に大きく揺れます。またお客様、お足元にご注意ください。はい、じゃあ11時56分終点敦賀に到着しました。まあ、普通だったら、ね、11時30分なんで26分遅れで敦賀に、ね、着きました。残念ながらの北陸新幹線の接続はないみたいです。なんか連絡取れなかったとかで、皆さんね、あのここから先北陸新幹線に乗り換えて金沢とか富山方面とか行かれる方多いと思うんですけど、残念ながら無理でしたね。幕前してますね。ここが特急サンダーバード白鷺が発着する新しい敦賀駅のホーム、今回は32番ホームに、ね、入線してきました。すごいですよね、もうピカピカで立派なホームです。まあ、ここで、ね、北陸新幹線に、ね、エスカレーター階段2階こう上がって、まあ、乗り換えが、ね、できるようになるみたいです。これが駅名標。いや、ほんまにこれはあれなんですね、もうここで終点っていうことですね。
ここから先はあの、ね、第三セクターのハピーライン福井なんで、向かい側には特急サンダーバード大阪行きが止まっているということで、いや特急サンダーバードもね、もうほんまに金沢行かなくなって敦賀止まりになってしまったんですね。はい、じゃあ今回は、2024年3月16日のダイヤ改正で、敦賀止まりになった特急サンダーバードにね乗ってきました。今回は、高速線強風の影響で米原経由の迂回ルートで走るってことになったんですけども、まあ、今回は2024年の、ね、3月のダイヤ改正初じゃないですかね、米原経由で走る特急サンダーバード、まあ、なかなか貴重な経験やったかなと思います。で、あの今回で、ね、JR 西日本の対応もかなり早かったと思います。あの新幹線の対応は間に合わな、あの乗り換えは、ね、間に合わなかったんですけれども、あのスムーズにね、やっぱりあのダイヤ改正 で、通過止まりに変わったばっかりなんで、なかなかあのいつも通りみたいに、ね、あの迂回ルートでというわけにはいかないんちゃうかなと思ったんですけども、非常に、ね、スムーズにいって、まあ、26分遅れたことは遅れたんですけど、まあまあ全然あの個人的な許容範囲だと思うし、まあ、JR 西日本を、ね、称賛したいなと思います。無事にあの、ね、敦賀駅まで来ることができました。はい、じゃあ今回は、2024年3月16日ダイヤ改正で出た、敦賀止まりの特急サンダーワード、そして、米原経由で走る迂回ルートを走る特急サンダーバードに乗ってきたっていう動画でした。ありがとうございました。